それでは辻賞となります。福岡ソフトバンクホークスの柳町選手より受賞の感想を一言お願いいたします。はい、まあ、このような賞をいただき本当に嬉しいですね。はい、はい、ありがとうございます。続きまして、幹事社の方代表質問をお願いいたします。 NHK の塚本と申します。よろしくお願いします。お願いします。改めてあの一打を振り返っていただくとどんな、一本だったでしょうか。そうですね、本当にあの終盤まであのビハインドでちょっと重い雰囲気だったんですけど、その中でも僕の一打でもう本当に試合が決まってもう本当に嬉しかった印象ですね。国語監督が見たこともないようなガッツポーズをしていました。あの映像はご覧になりましたか。はい、見ましたね。本当にあんなガッツポーズ出るんだと思いました。あの頃はですね、直近の1ヶ月間打点がなかったと思うんですけれども、その時の調子であったり、あるいはあの打席にかける思いというのは大事でしたけども、いかがでしたでしょうか。そうですね、本当に、直近なかなか思うような打撃ができてなかった中で、終盤緊迫した場面で本当に、いい集中力を持って打席に入れた結果、本当にいいバッティングができたのかなと思います。一つ一つがですね、経験として身になっていく、そういう時期だと思うんですけども、あの一打をこの優勝争いの中でできたというのはうちにとってはどういうものになるでしょうか。そうですね、本当に終盤プレッシャーかかる中で本当にチームの勝利を決める一打っていうのを、まあ、本当に決めれたっていう、まあ、経験じゃないですけど、そういうところで打てたっていうのはすごい僕自身の自信にもつながったかなと思います。